平野紫耀らキンプリ5人が涙のラストパフォーマンス NHK メニュー101視聴率35%ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございますキング・ンドクスが5人揃ってのラストのテレビ制出演を終えた 20日放送の NHK の音楽番組メニュー101土曜午後10時55分の平均世帯視聴率が35%関東地区だったことが22日ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は20%だった。22日いっぱいで平野市二26、神宮寺優太二25、岸ゆ太た27が脱退し、 順次ジャニーズ事務所から退場する。ベュー101のラスト、キング・アンド・グス5人で最後のパフォーマンス披露は、ビューティフル・フラワー。冒頭で平野が涙し、歌声を震わせた。人流児や長瀬恋24が平野の肩に手を置き、微笑んだ。ラストは5人で身を寄せ合い、肩を組んだりしながら熱唱した。 平野が、ありがとう、と歌い切ってカメラに向かってピースすると、高橋海人24は顔をくしゃくしゃにし、全員の瞳に涙が浮かんでいた。小なりキング・アンドプスの歩み大なり。逆三角18年5月、騎士、平野、岩橋玄樹、長瀬、高橋、神獣寺の6人でデビュー。シングル、シンデレラガールは初週売り上げ577万枚。 逆三角堂11月、岩橋がパニック障害のため休養。逆三角同年12月 NHK 紅白歌合戦初出場。逆三角21年3月、岩橋が脱退、ジャニーズ事務所を退除。逆三角同年8月、日本テレビ系、24時間テレビ、パーソナリティ。逆三角22年1月、日本テレビ系冠番組。 キング・アンド・ブスル。スタート。逆三角同年4月、初ドームツアー開催。逆三角同年11月23年5月22日をもって平野、騎士、神宮寺が脱退すると発表。逆三角同年12月5人では最後となる紅白出場。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。